佐々木月賞佐々木月賞4月13日から1926年3月6日は、日本の仏教学者、教育者、愛知県出身、大谷大学教授、後、大谷大学学長、清沢万志門家、愛知県出身、著作に、新蘭聖人伝、死な浄土教師などがある。三河国安城町大技ふるいの新州、大谷派閑理記事に生まれる。 幼少時、文後国北の管理園に学び、1888年、東本願寺の設置した三河育英教皇に入学。その後、1893年、京都府立神城中学校に編入。翌年には東本願寺設置の京都第一、中学寮に入学した。1896年、同校卒業。新州大学に入学。 1900年、同校卒業。この間、1898年、愛知県矢幡城の新州大矢幡城宮寺住職の養子となり入寺、佐々木と改正している。新州大学卒業後、市である清沢満氏が東京で始めた私塾高校堂の設立に加わり、ホラ発行の雑誌、精神会の発刊に尽力した。また、1901年には、 清沢の推挙により、東京に移転、開校した、新州大学の講師となる。翌年、清沢の学長辞任に伴って、同校を一旦退くも、後に、同校研究院に入学。1906年の卒業後、直ちに教授に就任している。新州大学教授就任後は、大乗仏教及び、浄土新州の教学、歴史の研究に没頭し、多くの成果を上げる一方、 他の教授と協力して、仏教基礎学の教授法等、近代的な仏教学、人文科学研究、教育の方法論についての研究も、積極的に推進した。1911年、新州大学の京都移転に反対して、他の教授と共に辞職するも翌年復職。以後、南条文雄の下で同行の教学、組織、施設各方面における整備に尽力した。 1921年には、市、清沢万氏を介して、以前より、信仰のあった、沢柳正太郎を団長とする、文部省の欧米視察団に同行。同視察団の派遣に際しては、経済、教育、宗教の各分野から団員が選ばれたが、佐々木は、宗教分野の代表として、私立学校からの唯一の団員として参加した。1924年、 大谷大学第三大学長に就任。前年に大学令に基づく私立大学として発足した同校において近代的な視点と方法論とに基づく仏教学、人文科学の研究、教育を本格的に指導させた。その意図、目的については学長就任の翌年、入学先生式において行った演説、大谷大学樹立の精神に明示される。 学長在任中に実施された主な内容は以下の通り、上記のほか、京都帝国大学に就任した西田北郎非常勤講師として大谷大学に生じ、さらに西田の助力により鈴木大絶を同大学教授に招聘するなど、当時の人文書学の研究者、研究機関と幅広く交流し、学問的連携を強めたことも特筆される。これらの特色は、 単に一学校における事例としての意味にとどまらず、近代日本において仏教の学びを基礎に置く人文書学の研究、教育に関しての理念、方法論及び実践をいち早く提示した事例として注目に値する。学長就任の翌年、体調を崩し辞任。翌1926年3月6日、急性肺炎で逝去した。国別式に際し、 鈴木大説は、これからどうすればよいかと嘆き、西田喜太郎は、佐々木学長の大学構想は、帝国大学と一線を画しているので、期待していたのにと、その旧姓を惜しんだとされる。ありがとうございます。